まさに怪物だ。嘘でねえぞ。まあ信じられなくても無理はねえ。父ちゃんも夢でも見てるんでねえかと思ったくらいだからな。だども確かに見ただ。あんな怪物釣り上げた時の感触は一体どんただもんだべ。想像しただけで鳥肌が立つ。ほらカツラ三平になんか無理だ。無理だね。だったらオラだって釣れる。んだば三平とアイコで釣ればええ。うん。どうやって。なに秘策があんべ。秘策どうやって。どうやってお帰り。ただいま。おいけ。おじいちゃん。どうやって。香りじゃ。来た。一平じいちゃん、俺も来ただ。ああ。ああいうってな、面白いもんだべ。自分の縄張り守るために、お取り合いに体当たりさ食らわしてくる。その拍子に針さ引っかかる。これが鮎の友釣りじゃ。やったやった。一平じいちゃん釣れただよ。カタじゃ。自分で釣った鮎はうめえぞ。I've had it. I have no intention of going back. What? That's right. Never again. You have the final round. The final round of the tour? Yes. I'm not returning. I told you I'm going to retire. It's against contract. Contract? Yes. Go ahead. Sue me if you can. Do you mean it? Because I'm... アユ釣り大会か。まもなく休場時間です。今そうだ、選手の方々は値上がり競技を出場してください。こんにちは。27 28 29。うわーよくちゃったな。松山さん29匹、はい、また持ってかれちゃった。どうぞ、それでは結果を発表いたします。またいつも通りか。3、2、1。まずは
第3位。ちゃんと返事しろ。29匹で松山誠さん。あ、いや、俺3位。どうぞ前へ。松山さん3位。3位に続きまして第2位。50匹で三平一平さん。はい、どうぞ。どうもです。50匹って。どうもです。どうもです。一平さんにもっちゃうまいのかよ。予算が2位だと思って。後ろは誰だよ。では第1位、なんと51匹で三平三平さん。51匹って。どうした三平三平って。はい、出てきてください。じいちゃん、ちょっと。いやー、どうもです。どうもです。いや、子供じゃん。やったんだよ、さんちゃん。えじいさん、孫に世代交代か。油断したの。おめでとうございます。ありがとうございます。いやー、皆さん、どうもです。どうもです。では今の気持ちを一言。そうだ、忘れてた。かわいいカエル見つけたんだ。うわっと。ゲロゲロ。ゆりっぺ、おじさんとおばさんに土産だ。塩焼きにしてくれ。ありがとう。お父さんもお母さんもあゆ大好きだから。うん、うめえぞ。おめでとうございます。いや、おじいさんもお孫さんもすごいですね。いや、釣りはうんぷてんぷ。うんぷんてんぷん？何それ。運や月って意味だよ。でもおじいさん、釣りってのは決して運や月だけじゃありませんよ。技術を競うスポーツでもありますよね。それも紳士のスポーツです。でもこういうやり方はどうかな。お孫さんの教育的観点から言っても良くないっすよ。どういうことだ。この人たちはわしらがズルをやったと思ってるらしい。ズル。前日に釣っておいて隠してたりして。どこの大会行っても多少はこずるいことをする連中はいる。だけど50匹と51匹っていくらなんでもやりすぎだよ。俺たちはズルなんかしてねえよ。分かった分かった、今回はそういうことにしたわ。だけどな、次からやめるんだぞ。大人だね。今田舎の大会こんなもんだろ。それもそうだな。待て。え、俺らと勝負しろ。勝負？俺らがズルっこしてるかどうか証明してやる。今からあゆ釣り勝負だ。そのカビの生えた竹竿でか。おじちゃんたちが勝ったら優勝カップあげる。だども、俺らが勝ったら二度とこの川には来ねえでけれ。何？待て待て。相手してやる。制限時間は1時間。ヨゲスタは勝ち。ただし、使えるお取り合いは一匹だけ。一匹だけ？弱ったら。死んだらそれでおしまい。釣り比べ腕比べに持ってこいじゃん。よし、いいだろう。だが一匹ずつ選べ。おじちゃんから選んで。生きのいいのを選べよ。ゆり
んじゃおっぱじめるべ。うん、さあ行くべ。よーい、ドン。あっちかな。朝せ、昼とろ、夕登りってな。昼を過ぎたら鮎がいるのはとろば。これ常識っすよね。うん、よっしゃ。行ってこいよ。あれ何やってんだあいつやっぱ子供っすね。そうだな。さんちゃん、遊んでる場合でねえべ。ゆりっぺも来るか。気持ちええぞ。あじゃ。何してるんだべ、さんちゃん。来たー。うっ、20分で3匹か。あらかた釣っちゃった後にしては上出来だな。おとりが元気なうちにどれだけ釣れるかが勝負ですからねそれが難しいんだよ。あれ、だけ暑いと水浴びもしたくなるで。わしらも日陰で百合茶でも飲め。暑さでおかしくなったか。気持ちいい。やけくそっすね。完全にふてくされちまったなっていうか試合放棄でしょ。ほら終わりだ。おとりあいが弱った。 あいつはまだ一匹も釣り上げてないしな子供相手にムキになっちまったなおいセコンド、タオル投げてやれよ残りは何分じゃ。20分。そろそろ動くかの。飲んだぞ、相棒。はじめよった。あら、今さらか？生意気なガキのお手並み拝見ですね。おお、
わ、あいつ竹竿で引き抜きやったぞ。嘘。うわだうひょーかっこいい。ほらやった三。イエーイ。四。おっと五。運が良かったな。君が釣ってたところにたまたまたくさん鮎がいて。うん。おじちゃん、釣りは技術を競うスポーツだべ。たまたまなんかでね。そうじゃあ、あそこに鮎がたくさんいるって分かってたってのか。いや、あそこにオラが集めただ。何？制限時間は1時間。でも1時間も泳げるおとり鮎なんていねえべ。だからオラは最後の20分で一平釣れるように手を打っただ。木に登って遊んでたのも何かの作戦だったのけ。高いところから見ると鮎が苔をはんで光る石とその周りに散らばっている遊び鮎が見えるんだ。水浴びも何か理由があるのか。泳いでる鮎のそばで暴れると習性で上流の水温の低い岩陰に逃げ込んで一箇所に集まるべ。その後昼寝してたのは鮎が興奮から覚めるのを待ってただけだ。へえ、そうなんだ。なんて子供だ。ほんじゃ勝負はオラの勝ちだ。約束は忘れてねえべ。わかったよ。金輪際この川には来ないよ。三平、おめえ何か約束したのか。え、この川は誰のもんでもねえべ。だどもじいちゃん、この川は誰でも好きに釣りをする権利がある。違うか。それに釣りは数競うもんだね。川とダームレ魚たちに遊んでもらうもんだ。だべ三平。おら、何も約束なんてしてねえよ。おめえたち、腕磨いて、来年はこの粉前行きのわっぱから優勝カップ奪え。お、坊主、覚悟しとけ。望むとこだ。ありがとう。こちらこそ。
ってみます。三瓶、捨てといてけね。こんにちは。まだ釣りが。押す。押すっても。あんちゃん、また釣りか。みんないつもいつも同じこと聞くでね。せっかくの夏休み、他にやることないの？せっかくの夏休み、釣り以外にやることねえべ。ちゃん、変な人いる。どこ？あっち。見ない方がいい。こっち見てるから。変質者はダメか？おらのことじっといやらしい目つきで見てる。追っ払ってやるか？知らんぷりしてた方がいいよ。ムシムシ。何釣れるんだい？早かな。ヤマメなんかも釣れる？あっちさ行くべ。あ、待って。ああ。嘘喋っちゃなんねえぞ。あんたの職業は？ですからバスプロです。バスプロ？それバスの運転手か？違う、バスフィッシングプロフェッショナル。あんだって？だからバスのトーナメントプロで。バスプロ？たまたま鮎釣り大会で彼を見かけて魅力的な少年だと思ったから声をかけた。魅力的な少年って狙いは男の子か？なんてやつだ。何を言ってるんだ。現住所は？アメリカ合衆国テキサス州ダラス、フリーウェイストリート2101ハイランドアパートメント502。ふざけんな。このふざけてない。俺はアメリカのトーナメントで何度も優勝してるんだ。鮎川魚心、休暇で旅をしてる。おお、おお、どうぞ。あんた、そのサングラス外せ。こっちの目を子供の頃に怪我してるんで外したくないんですよ。いいから外せ。それならそうと、早く言えばいいのに。言う暇もなかった。アメリカでも有名な釣りのプロです。かっこいいな。かっこいいだろ。あんた、有名な釣りのプロだってね。サインもらっとこうかな。綺麗だな。やフライだな。フライ？
疑似餌だよ。虫に見せかけて魚を騙すんだ。へえ。だどもバスプロっていやルアーを使うんでねえのけ。本当はこっちの方が好きなんだよ。フライはやったことがなさそうだね。道具が高いからな。君の竿には負けるよ。俺のじいちゃんが作ったお風呂だ。一平竿だろ。知ってるだか。三平一平といえば和竿作りの名人じゃないか。それは美術品だぞ。やろう。うん。いいって言ってもらいたいな。あれ魚神さん逃がしちまったのけ。君はキャッチアンドリリースじゃないのかい。バカだな。釣ったもん食わねえでどうする。なるほど。やっぱり釣りの基本は脈釣りだ。その魚が普段食べてるものを餌にするのが一番いいんだ。魚神さん、勝負勝負。食らいたいカムシでヤマメ釣り勝負だ。昨日の3人組のようにはいかないぞ。分かってる。アメリカのチャンピオンだかなんだか知らねえが、この川で負けるわけにはいかねえ。 Do your best。ずっとスポーツフィッシングばかりやっていた俺には三平君の釣りは新鮮です。まるで野生児だ。俺礼に知らんで困ってらん。ああ無理やり吹き止めしてご迷惑じゃん。とんでもない。こちらこそお言葉に甘えてしまって。いやバスプロの優勝者と査定組化するとは光栄じゃ。俺の方こそ名人と釣り談義に講じられるなんて、こんな贅沢な夜はありません。もう一本行きますか。はい。だとも気ままな釣りの旅とは羨ましいですな。無性に日本の川が恋しくなりましてね。どうです日本の川は。美しいですよやっぱり。そうですか。ね。あ、そうですか。アメリカとは違いますか。空気がいいんですかね。ああ、行きましょう行きましょう。あ、すいません。いただきます。いや ありがとうございます。あ、ちょっと一平さん、継ぎますよ。おおおどうぞどうぞどうぞ、行きましょう行きましょう行きましょう。ぼぼぼぼぼぼここをまっすぐに直す。まっすぐに直す。ちょっとこうしなってるところ、ね。そう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 。ここか。しかし一平さん、所詮日本の魚は小さいですよね。
あれ何言うとる。日本の岩根はヤマメのわびさびがあんたにはわかんねえのか。いやそれはわかりますけど、アメリカのバスはパワーが違いますよ。バカ言うてねえよ。岩名の時こ繊細で時に大胆な、まるで男と女の駆け引き。トラウトなんてこんなでかいですからね。やっぱりフィッシングの醍醐味はパワーとパワーの勝負でしょ。ああそったな人とは思わんかったもん。そったな人とは思わんかった。そったな人とは思わんか。ミシシッピリバーでのファイトはね、エキサイティングですよ。わかんねえ。ミシシッピリバーわかんないんだよ。何言ってんだかわかんねえ。エキサイティングです。何言ってんだかわかんねえ。ミシシッピリバーですよ。わかんねえわかんねえわかんねえ。子供みたいなおっさんだな。もうしゃべんでねえ。しゃべるのちゃうとしゃべれないじゃないですか。しゃべんでねえ。何を言ってるんですか。昨夜は失礼なことを。開けておくでね、火が踊る。あれなら入れ。では。昨夜、味飲みすぎちまった。ようだね。いえいえ、こちらこそ。火入れですか。魚神さんはこれからどこさ行くんだ。ん、あ、そうそう、ちょっと行ってみたいところがあって探してるんだけど、なんせ地図にも載ってない地名でね、土地の人たちの古い言い方なんじゃないかと思うんだ。そういうことならじいちゃんさ聞けばわかる。なんつうとこじゃ。ええ、夜泣き谷というんです。夜泣き谷。ええ、秋田地方であることは間違いないと思うんですが。知らねえな。じいちゃん知ってるか。夜泣き谷の、その夜泣き谷がどうなすった。いえ、以前釣り仲間から聞いたんですよ、面白い話を。面白い話。うん、その夜泣き谷ってところはね、まさに秘境と呼ぶにふさわしい渓谷だそうで、美しい岩名の宝庫、岩名の楽園だって。岩名の楽園。うん、夜になると静まり返ってせせらぎの音しか聞こえない。でも何かの拍子に、例えばキジが夜の静寂を引き裂くように泣き叫ぶ。するとそれに呼応して今度は野猿が鳴く。やがて谷全体が泣いてるようにざわめき、山々にこだまする。そんな時そいつは現れたそうだ。夜泣き谷の怪物だ。夜泣き谷の怪物。美しい大岩名らしい。身の丈は五尺というから1メートル50以上か。1メートル50。まさに楽園の主だね。でもそんな岩名いるのけ。もしいたらって思うとワクワクするじゃないか。するする。俺らの背丈とほとんど変わんねえべ。
魚神さん、これでええのけ？手首を開かないで、閉じて竿を曲げるようにするといい。そう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 。バックもっとしっかり止めて。やった！すごいね。三平。じいちゃん、今フライをマスターするところだ。それどころでね、来るぞ。来る？何が？アイコじゃ。え？今日来るのけ？そっかい。なんでもったいぐ言ってくれねえんだじいちゃん。俺が読まなかったんじゃろが。すいません、誰が来るんですか？アイコじゃ。愛子というのは姉ちゃんだ。お姉ちゃん、三平くんの。そう、とうとう乗り込んできやがったか。なんとする。すいません、お姉さんが何しに来るんです？だから、オラをさらいに来るんだ。さらいに？とりあえずオラ、ユリッペの家に隠れるから、じいちゃん、なんとかして追っ払ってくれ。頼んだ。三平、三平、頼んだ。三平、ユリッペ、サンちゃん、ちょうどよかった。かくまってくれ、後ろさん乗せろ。オラもびっくりした。どこの美人さんだべと思ったら、アイコ姉ちゃんでねえか。やっぱし東京さ行くと芸能人見たくなっちまうんだな。三平。あ、三平、待ちなさい。やだ。三平、ほら。あなたの好きな外国のチョコレートよ。おいしいわよ。買収には応じねえだ。東京さなんか行かねえ。三平、一回降りてきなさい。やだ。彼女が愛子さん。もう6年になるかの。親戚とやってこの家出て行きよって、大学さ帰るって。都会への憧れというやつですか。どういうか、三平も東京で育てるいだしよって。ああ、そういうことですか。なんで田舎がいけねえんだ。田舎がいけないって言ってんじゃないの。おじいちゃんじゃあなたにまともな教育は受けさせられないって言ってるの。そんなことねえ。出会うもの、みなしだ。意味わかってて言ってんの。山も師匠、川も師匠、みんな師匠だ。おじいちゃんの気弁ばっか真似て。いい？おじいちゃんは名人って言われても年に何本も売れてない。いわば経済社会の敗残者よ。ちょっとひどい言い方ですね。お孫さんとはいえビシッと言った方がいいんじゃありませんか？あの子はきついし難しい。そんなことでどうするんです。言ってやりますよ、ビシッと。失礼、ちょっといいですか。僕は三平君の釣り仲間で、鮎川魚神とも。被害者は口出ししないでください。いや、しかし大事なのは三平君の意思でしょう。
子供が一日中釣りをして遊んでいたいと言ってるんです。それが意思ですか？ただのわがままです。こんなとこで釣りばっかやってたらダメになるわよ。難しいですね。釣りの何が悪いんだ？釣りなんてただのくだらない遊びじゃない。だいたい何なんです？あなた人ん家でサングラスして。姉ちゃん違うんだ。何が違うのよ？あなたみたいな人たちが三平に悪影響を与えてるんです。アイゴ、そっかするな。あ、久しぶりに墓参りでも行ったらどうじゃ。ちっちゃい頃は野山駆け回るおてんばじゃったが、7年前あの子は勝った。両親立て続けにネグしてな。我らの父親はわしにいて、いやわし以上に釣りが好きで、竿作りの合間縫ってや釣りし日本中飛び回って。7年前の夏、海釣りで沖へ出て嵐に会って、それっきりじゃ。不幸は続いた。母親がそのショックで病気が悪うなって、半年ほどで亡くなってしまった。あれにしてみれば全て釣りのせいなんじゃろ。三平、先帰ってなさい。その釣りをわしゃ三平にも教えておる。愛子にはそれが許せんのじゃ。中学3年の夏、わしと大喧嘩して母方のおじとやって東京へ出て行った。三平までわしや父親のようにはしたくない。その気持ちもわかる。一度お姉ちゃんと一緒に東京行きましょう。東京はそんなにいいところだか？もちろんよ。お姉ちゃん就職も決まったし、一人暮らしも始めるわ。競争率なんて30倍だったんだから。私は東京で勝ち抜いた。え、だからあなたも頑張りなさい、三平。はは、俺だって釣りじゃ勝ちっぱなしだ。あなたにもできるわ。三平、夏休みはいつか終わるの。現実への一歩を踏み出しなさい。人生は競争なのよ。遊びがないの。母ちゃんなんか言うてたか？死んだ人間が喋るわけないでしょ。
お風呂ありがとうございました。それで一平さん、俺はお邪魔なようだから明日にでも。魚心さん、あんた源流港には慣れておるか。源流港ですか。うん、プロフェッショナルですよ僕は。手伝ってくれるか。は、三平、いつまで寝とる。じいちゃん、まだ5時だぞ。遅いぐらいじゃ。早く支度しろ、置いてくぞ。はい、ペさんどうぞ。あ、どうもです。ちょっと何なの。おはようございます。どっか行くのか。夜泣き谷じゃ。夜泣き谷。うん、イワナの楽園だよ。ほら、怪物釣りに行くぞ。やった。だってじいちゃん場所知ってるやか。思い出した、夜泣き谷の怪物、何年か前にやった伝説じゃ。ああ、行く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 。食っとかないと持たないよ。いただきます。おい、ちょっと何の話してんの。夜泣き谷の怪物だ。1メートル50以上もでっけえイワナを釣りに行くんだ。バカバカしい。イワナってのはこんなもんでしょ。1メーター50のイワナなんているわけないじゃないの。まだそんな夢みたいなこと言って。いたらどうする。え、わしらはその怪物釣り上げたらおめえどうする。アイコ、どうするって。三平の好きにさせる。どうじゃ。釣れなかったら。三平は海に預ける。ちょっとじいちゃん、今後一切私と三平について口出ししないって約束する。いいじゃん。おらの意思は。分かったわ。三平、行ってらっしゃい。夜泣き谷へはおめも一緒に行って確かめるんじゃ。あいこ、ん、え、当たり前じゃろ、三平の人生がかかっとる。じいちゃんが勝手にかけたんだと思う。私は来週の月曜までには東京には戻らないといけないから、日曜までに釣れなかったら三平は連れていくわよ。魚人さん、はい、厳しい道行きじゃ。よろしゅう頼む。任せてください。プロフェッショナルですから。プロフェッショナルですから。うまいな、この卵がほんとうまいですね。うん、いいないいな、子供行きてえな。子供は行けねえだ。サンちゃんだって子供でねえか。おらはいいんだ。はい、貸せ。じゃあ、お土産買ってきてな。土産屋なんかあるわけねえべ。蛇の抜け殻でも拾ってきてやろうか。いらねえ。いらねえって。あ、愛子さん。そんな格好じゃ絶対無理ですよ。僕の部屋でよければお貸ししますから。結構です。でもいそうだな、姉ちゃん。はいはい。
ょっと確認します。あっちですかね。多分そうじゃ。多分じゃ困るわよ。行きましょうか。1m50の岩名なんてどんただもんだめな。いるわけないっての。三平。姉ちゃん、早くしろよと。でっけえ蛇が出るぞ。蛇。お姉さん、手を貸しましょうか。結構です。早く行こうよ。冷てえな。姉ちゃん、水が冷たくて気持ちええぞ。綺麗だなよ。おっ、おっ、そんな。あ、お姉さん、危ないので捕まってください。もうそれやめてください。私あなたのお姉さんじゃないから。失礼。うん、まだなの。これからが本格的な原理語じゃ。これから源流港の醍醐味を楽しみましょう。そりゃ楽しみだ。さあ行くべ。そこ深くなってます。伊藤さん気をつけて。大丈夫。三平、ここ深くなってるぞ。うわ、ほんとだ。これが醍醐味か。大丈夫、お任せください。似合いますね。へへへ。 OK、 レッツゴー。 OK、 レッツゴWe'll be right back.
リーゼンで早めに休んだ方がいいかもしれないですね。今日はここまでにしましょう。ここまでってまさか野宿じゃないでしょうね。ここさ泊まる。なんだこれ。山神マタギの習わしじゃ。マタギ熊内の漁師のことだよ。神が宿る木として崇めたんじゃ。道しるべでもある。この先に一流ホテルがあるはずじゃ。三つ星だったかな。おお、グレイト。おお、グレイト。三つ星。三つ星。またぎ小屋ですね。帰る。舞子さん、日が暮れますよ。別にいい。でも、またぎ小屋があるってことは、熊が出るってことだべ。あ！熊の爪痕、でっけえぞ。でっけえど。うわ、これはでかいっすね。これでけえ。姉ちゃん、釣れただよ。頑張れ、もう少しだぞ。いつ着くのよ。 Keep going! We are almost there! Keep going!もう少しだぞ。頑張れ、もう少しだぞ。先じゃ。え？総合を登る。総合？頼むじいちゃん。これより上行っても仕方ねえべ。ここは岩名止めの滝だ。だからこれより上流行っても岩名はいねえべ。
守って、誰もこれより先に登らん、マタギのイワナウツチだよ。マタギのイワナウツチ？マタギが山で遭難した時のために食料になる魚を上流へ移して放流しておいたのさ。そのイワナが人知れず自然繁殖した。面白いなら三平君。面白い。全然面白くないわよ。私本当に帰る。さあ行くべ。 Alright, let's go. Alright, let's go. メーター50のイワナなんて世界中探してもいないんですよ。愛子さん、イワナはもともと巨大化するメカニズムを持ったマスの仲間なんです。実際レイクトラウトやドリーバーデンは1メートルを超えますし、世界的には全くない話じゃないんですよ。あ、ちょっと、ごめんここは日本です。頑張れ。これが夜泣き谷か。まさに楽園だな。うお、鳥肌立ってきた。よし、釣るぞ。その竿、怪物を釣るにはこれぐらいのもんだよね。とな、怪物用か。これはすごい独創的な竿だよ。和製フライじゃな。サペ、お前こっちじゃ。裏に大ロットでねえけ。こんなするんじゃん。三平君なら問題ないでしょ。だどもじいちゃん、ほったださをいつ作ったんだ。もたもたしてるとわしが怪物いただくぞ。よし、釣ろう。よし、釣ろう。ダブルハンドだからダブルホールは必要ないぞ。分かってる。どうだ。コーチが良かったな。よっしゃ。綺麗なイワナじゃ。
一番じゃ。おお、いきなり大物だなや。天敵もいない、釣り人もいない、おまけに餌は豊富。ここはまさにイワナの宝庫だ。こりゃ怪物がいてもおかしくねえぞ。よし、俺も釣るぞ。三平くん、おお、食わねえな。なんだこの無駄な時間は。キノコ汁もいけますね。うん、ねえ。イワナのたたきじゃ。イワナのたたき。いただきます。姉ちゃん、こういうのは東京じゃ食べられねえべ。人のチョコレート勝手に盗み食いしてるくせに、そういうこと言うんじゃないの。食べてねえよ。ちゃんと数えてんだからね。食べてねえって。まあいいわ。そんなことよりちゃんと約束を守んのよ。そんなのじいちゃんと姉ちゃんが勝手に。約束は約束よ。今日一日思う存分釣りなさい。思い残すことがないようにね。で、私と一緒に東京へ行く。いいわね。三平、釣ればいいんじゃ。そうだよ、名人が3人もいるんだ。釣れるさ。だな、絶対に釣ってやる。怪物はオラのもんだ。俺の特製ルアーでいただきだよ。いや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 、ここがわしの蹴鞠じゃ。いや、要は腕だべ。おお、That's right。
た。よ。ありゃ。ああ。ああ。吉井さん。はい。イワナのコスだけじゃ。ああ、どうも。いただきます。はい、ああ、うめえ。三平君食べた方がいいぞ。もう気が済んだでしょ。釣りなんてくだらない遊びはもう卒業。あ、仕掛けを変えてみるべ。まだやる気？伝説は伝説よ。いるわけないじゃない。そんなことわかんねえべ。俺は絶対に釣るんだ。話してくれませんか、一平さん。ん？どうしてこんな賭けをしたんです？どうして夜泣きなりのことを知っていて隠していたんです？怪物を釣るための竿まで用意してあったのに。吉井さん、夜泣き谷の話、あんたいつ誰から聞いた？7年前だったかな。沖縄で出会った釣り人です。名前も聞きませんでしたが、東北なまりがありました。7年前、確かに沖縄さ行った。愛子と三平の父親は三平、その竿の目よく見ろ。一平ではねえ。平、父ちゃんの名前だ。そうじゃ、おめの親父が作った竿じゃ。怪物を釣るためにな。夜泣き谷の怪物、この話の言い出しっぺはおめえたちの親父じゃ。三平は小さくて覚えとらんじゃろが、愛子、お前は覚えとらべ。
あいつが夜泣きだりのことで大騒ぎしておったのを。あれはまさに怪物だ。嘘でねえぞ。まあ信じられなくても無理はねえ。父ちゃんも夢でも見てるんでねえかと思ったくらいだからな。んだども、確かにミラだ。話を聞いて、わしはすぐにもう釣りに行きたかったが、時期冬が来る。春になったら行こうと、二人でおのおの竿を作った。その冬、あいつは沖縄から石垣島さ渡って、沖さ出て、嵐に会って、それきりじゃ。魚人さん、待っておったんですわしは。情けない話じゃが、あいつがいつかひょっこり帰ってくるんでねえかと。それまでは夜泣き谷の怪物は誰にも釣らせねえ。あいつと一緒にここさ来るんだと。そんな日が来るのを心のどっかで待っとった。生きとるはずもないのにの。バカバカしい。お父さんは死んだの。夜泣き谷の怪物だの、どこどこの怪魚だの、夢みたいなことばっか言って死んでったの。夢を見たら、なんでいけねえんだ。夢なんて何の役にも立たないからよ。三平、あなたはあんなくだらない人間にならないで。くだらない人間になったの姉ちゃんの方だべ。そんな姉ちゃんなんか嫌いだ。姉ちゃんは東京で幸せなのけ。もちろんよ。東京で今本当に幸せなのけ。もちろんよ。嘘だ。幸せな人は誰のことも恨んだりしねえ。姉ちゃんは自分が幸せじゃないから田舎で楽しそうにしてるオラのことが気に入らないんだ。愛子。愛子さん。三平、愛子さん。私は一人で頑張って勝ち抜いてきた。そりゃ辛いことも苦しいこともあったわ。でもそれが人生じゃない。
まるで別世界ですね。三平君くらいの頃かな、右目を失ったのは。父の投じた釣り針が不運にも僕の目にね。それ以来僕は父と絶縁状態になって家を出ました。バスプロになって勝ち続けることで父を見返そうとね。あなたのように。父が右目を奪ったことを今も僕が恨んでると思ってるでしょう。でも僕は釣りのことはもちろん父のことも恨んではいなかった。それよりも僕が悲しかったのは父が僕に遠慮するようになったからだ。まるで腫れ物に触るかのように。それがたまらなく孤独でした。僕はただ昔みたいな家族に戻りたかった。わがままを言えば引っ叩かれ、辛い時には抱きしめてくれる、そんな家族にね。ダダをこねてたんです。愛子さん、一平さんがここへ来ることを決意したのは僕が現れたからじゃない、あなたが来たからですよ。あなたは呼ばれたんだ、夜泣き谷に。あなたは一人じゃない。愛子さん心配いりません。すまんかったの。ずっと一人で戦ってきました。寂しいもんですよね、孤独って。心を分かち合える相手がそばにいたらどんなにいいかと思います。三平君みたいな天真爛漫な子ならなおさら。俺は結局日本に逃げ帰ってきました。ずっと人に勝つために釣りをしていたら人にも勝てなくなったんです。そして釣りが楽しくなくなりました。一平さん、ん？釣りとは何でしょうね。あ、難しい問いじゃろう。ごめんね、痛かった？ほら
姉ちゃんが寂しいなら東京さえ行ってもいいよ。俺は姉ちゃんにも見せたかったんだ、夜泣き谷の怪物を。ああ残念だなや。ヤンマも起き出したべ。寝ぼけてフラフラ飛んでる。何なの？わかんねえ。三平？じっと身を潜めているんだと思う。誤って滝に落ちた動物や飛んでくる虫を待ち構えて捕食してるのか。きっとそうだ。すっごく用心深いやつなんだ。なるほど、巨大化できたのはその用心深さのせいか。おめも見たんじゃな。どうじゃった楽園の主は。とても大きくって、とっても綺麗だった。お父さんの言ってた通りいたよ。そうか、そうか。三平くん、君が釣れ。え？だ、三平、おめが釣るべき獲物じゃ。三平。なんだ姉ちゃん。釣り上げて。姉ちゃん。絶対釣り上げて。頼むぞ、相棒。おめえたちダコには用はねえ。
それ。来るぞ。来る。美しいんだ。大丈夫か三平君。目指しねえ約束だべ。一人でやらせてくれ。最高に楽しいや。三平。なんだ姉ちゃん。逃がしたらまた引っ張ってこいよ。はいさ。焦るでねえぞ。地球船に持ち込め。分かってる。相手も疲れてるはずだ。バテてきたみてえだなや。いいぞ。よし、こうならこっちのもんだ。体力温存しておったか。三平君ダメだ。三平君竿を離せ。嫌だ。隅から逃げ込まれたら二度と出てこねえ。チャンスはこの一度きりなんだ。三平。
愛子さん。三平。三平まだ続けとるぞ。愛子さん、せーので思いっきり行きましょう。はい。せーの、それ。巻いて。もう一回。せーの、それ。巻いて。もう一回。せーの、それ。あっ！やっほー！おお！なんて子だ。アイコ、こうなら三平もとも釣り上げろ。わかった。釣り上げた時の感触は一体どんだだもんだべ。想像しただけで鳥肌が立つ。おらが釣れ三平になんか無理だ。無理だね。だったらおらだって釣れる。だば、三平と愛子で釣ればええ。どうやって？ん？なーに、秘策があんべ。秘策？秘策があんべ。姉ちゃん、姉ちゃん、姉ちゃん。魚神さん。はい。これ三平に。え？早ぐ。うん。はい。三平くん。止まった。今だ姉ちゃん。聞いて。姉ちゃん。聞いて。Thank you.
なるほど、目隠しをされるとおとなしくなる魚の習性を利用したわけか。抱き鳥じゃ。抱き鳥？昔から伝わる恋の技法の一つじゃ。そうですか、一平さんが三平君に伝授したわけですね。いや、わしは教えとら。え？三平君よく抱き鳥なんてやり方知ってたね。抱き鳥なんて知らねえよ。自分でも不思議なんだけど、なんとなく考えついたんだ。でも、なんでオラの考えが姉ちゃんにも分かったのかな。姉ちゃん、なんで泣いてる？わかんねえ。わかんねえ。じいちゃん、サペ、ごめんなさい。私。はい、行こう。余ることはね。わしらには、だだっこ込んでろ。なんとだだっこ込んでええんじゃ。姉ちゃん、ほら、東京さ行くよ。怪物も釣り上げたし、もう気が済んだ。バカ言うでね。釣ったのはあんたでねくて姉ちゃんだべ。大体あんたなんか東京に向いてるわけねえべ。誰がじいちゃんの面倒見るだ。だども、姉ちゃん幸せなのけ。あいこ、おめえここさん残れ。一つぐらいわしの言葉聞け。早速だだっここねる。そっただことはできねえ。私は東京で頑張る。ごぜっぱりね。出会うものみなし、東京だって立派な師匠だ。姉ちゃん、その代わり三平、姉ちゃんこれからちょくちょく帰ってくるから釣り教えろ。姉ちゃん体中に電気走ってまったわ。お安い御用だ。イエーイ。あばよ、楽園の主。ありがとね。じゃあな。
そろそろ山を降りるかの。ええ、急いで飛行機に乗らないと。ほう。来週から始まるトーナメントに出ます。勝てなくてもいい。思い出しましたから、釣りの楽しさを。どうやら悟ったようじゃの。釣りとは何ぞや。愛子さんの言った通り、ただのくだらない遊びですよ。確かに。見て。吉信さん、どうもありがとう。いえ、こちらこそありがとうございました。ありがとう怪物、ありがとう柳谷、元気でな、また来るぞ。ありがとう。あばや。みんなまだな。姉ちゃん、まだ釣りやろうな。うん。まだな。姉ちゃん、まだな。元気でな。元気でな、そっちも。やな。元気でな。元気でな。まだな。いつでも帰ってこいよ。これこれこれ。うめえ。三平君、お元気ですか。ずいぶんご無沙汰してしまったが、俺は元気だ。俺は今アメリカのテキサス州ダラスというところにいる。先日行われたレーニアバスフィッシングカップで優勝を果たすことができた。おお、かっこええな。
同封の写真はその時のものだ。こうして再びトーナメントに出場し見事に優勝できたのも三平君や一平さん、ゆりちゃん、そして愛子さんのおかげだ。優勝したのけ。いつかまた日本に帰ったら必ずみんなで釣りをしよう。どうか皆さんによろしく。あゆかわ魚心。かっこええな。よし。